パリオリンピック初戦会場の隠れた功労者だ。U から23日本代表 DFO 畑歩夢、浦和、は初戦、パラグアイ戦で2得点に関与。後半35分の途中交代まで奮闘を続けた。中2日での試合には、きついけどやるしかない、と語った。先制点をアシストし、流れを作った。前半19分。 FW 斎藤光樹から鋭いスルーパスが出た。後期がうまく背後に流してくれて、自分は追いついて出すだけだった。左サイドの深い位置から折り返すと、MF3 のヘシュンスケのゴールにつながった。1対0で迎えた後半18分、大畑は左サイドからクロス。イヤサイドの斎藤が収めてふわりと浮き玉を放つ。 ファーサイドの3の辺のヘッドで2対0と点差を広げた。得点とともに勢いを増す日本は後半25分に MF 山本リヒトが3点目を沈め、その3分後に3枚替え。そこでも大畑はピッチに残ると、最後に DF 西尾高也との交代で下がった。南米王者を相手に要所の玉際でも強さを見せつけた。17日の親善試合。 フランス戦の経験が大きかったという。フランスは、スピードも違うし、一人一人能力も全然違った。本当にやれてよかった。そう仕上げとなった優勝候補との練習試合が、本大会でまさしく生きた形となった。パリ五輪が開幕したものの、試合が行われる地がパリではないことで、そこまで実感はないという。 普段の海外遠征との違いは、注目度くらい、とシンプルに答えつつも、そんなに多くはないと思っているけど、普通の遠征ではないというのはある。大旗なりに五輪の雰囲気を感じ取っていた。中二日で迎える27日の第二節、パラグアイ戦に向け、気合は十分。やっぱり次に勝たないと結局意味がない。そこのプレッシャーはある。 グループリーグ突破をかけた大一番に臨む。